マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。最内枠がこの馬に前走で敗れはしましたが、後方一騎がこの馬、好位差しがこの馬の新庄、すっと先団につけ理想の展開に持ち込みたいところです。夕霧人気はそこそこですが、関係者からは自信のコメントが返ってきました。ここは期待したいところです。スローフィックス人気はそこそこですが、栗色の馬体が直線で後位から抜け出す得意の勝ち、前走の敗戦をさあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの支持に応えたいところです。ミラハピア悠然としたその漆黒の馬体に栗色の美しい馬体には、この馬の差し足の鋭さはこちらは今日の2番人気、一段と美しく見える漆黒の馬体、サラブレッドらしい見事な影の馬体が、鞍上は芝の騎乗に定評あり、そこそこの人気を集めていますが、さあいよいよスタートです。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のアーテリススコア、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アーテリススコア、これはいいスタートを切りました。アーテリスリアルト、この馬も好スタートを切りました。アーテリスリアルト、この辺りも前へ行きます。ウラハピア競りかけていきました。先頭はウラハピア、短期の逃げに持ち込みたいところ、少し開いてスローフィックス、その隣に夕霧、その後ろからはアーテリススコア、少し間が空いて排気セントラル、その外にオートリーインテント、これに続くのがアートクラーク、その外からティムズルーレット、緑の帽子ヤマニダイデン、その後ろこの集団にオートリーパーティー、並んで14番未来、すぐ隣にシェマカビュー、すぐ後ろにスムースキングダム、これに続いてエンバーンジェロ、並んでアサヒハイフューチュリティステークスの勝ち馬アーテリスデニム、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。カーソンアーテリス、それに続きます。さあ先頭は依然として10番ウラハピア、2番手はアーテリススコア、アーテリスリアルト、3番手内をついたユーギリ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウラハティア先頭、後続を引き離しにかかる。アーテリススコア懸命に足を伸ばす、外から未来、ウラハティア先頭、あと 200m、 ウラハティアアドバンテージをキープ、後ろはどうか、外から一気に未来、ウラハティア先頭だ。ウラハティア、ウラハティア1着、2着は未来、3着にアーテリススコア、ウラハティア1番人気に応える見事な G1 勝利です。Thank you.